私たちの地域には瀬戸多治見美濃トキ陶磁器メーカーがたくさんあります特に飲食店で使う陶磁器はこの地域が全国の7割ぐらいを占めていると言われていますそんな陶磁器メーカーもなかなか最近は出荷が 思わしくないわけですねそんな中で、えー、みの焼きでストローを作った会社があります、えー、これは私も購入しましたがあとてもファッショナブルで、えー、面白い商品だと思いますでもなかなか売れないわけですねですけど、えー、例えばこの下の方にある、えー、いくつか種類のものを、えー、飲食店に置いて飲食店が今販売をしてくれるわけですね そこで私たちが考えたアイデアはこのストローを持ってそのストローを販売している他のお店に行っても何かプレゼントが余分にもらえるようなサービスをしていますその時に今 QR コードで例えばこの地域だったらどこどこの飲食店がそのサービスをしてくれるよっていう今 ポータルサイトも運営をしてます、えー、この、えー、陶磁器ストローで、えー、集客したいお店を紹介していただければ、えー、紹介していただいた方に、えー、紹介料を私たちは用意しておりますそれを私たちはセールスレップと呼んでます営業代行人と呼んでますぜひ、えー、このストローで えー、お店の誘客につなげたいと考えております。